さあ、それでは続きをやっていきましょう。今度は最初ね、ここ塗り分けにしようかと思ったんだけど、まあたまにはこういったミラフィッシュ使おうかなと思ってね。なんか塗り分けするのもさ、どうやってやろうかなとか思って、形がウイングとかがちょっとついちゃってたりして邪魔くさいなと思って、まあだったらね、本来あのリフレクターみたいなのでねなってるから、だったらこれでやっても問題ないんじゃねえのとか思ってね、これでミラーフィニッシュで頑張っていこうと思いますと。ではカッターナイフで直近こと、カッターの刃が折れまくってるか欠けまくってる。さあでは大体のサイズ感を当てて、このぐらいっていう感じか、こんなもんかな、当ててみて、まあそれのさらに大きめで切っておくよと。してで、まあこの半分ぐらいでいいかな、たまにはこういうものをちゃんと使うか。よし、おお、ドンピシャ、この真ん中、ああ動いた、まあいいか、どうせ切っちゃうし。で、爪楊枝とピンセットと、うん、うまく貼れるかな。綿棒の方が良さそうだな。中の空気を抜くような感じで、できるだけ綺麗に自然に仕上げていこう。 OK、 でこの時こっちとも見比べながら、ここがもうちょっとこう綺麗に収まらないといけないのか、なかなか難しいな。こんな感じの、ここもきっとこんな感じで、ここもエッジまでしっかり入れてと。で、いらないところを切っていこう。よっと、あ、あ、いいな。まあ一発で仕上げようと思わず、2回、3回で切ってもいいだろうし、この時にあんまりね、カッターナイフで、ボディをね切ってしまわないようにね、ボディというか、まあ、塗装面にね、でいい感じだ。よいしょ。ちょっと。よし、OK。 なん
が思いのほか簡単にできた。よし、できた。よし、ということでこんな感じ。ごめん、今カメラ映ってなかったら申し訳ない。ね、リフレクターっぽくなったんで、ここにクリアパーツ。クリアパーツってそういえば色塗ってなかった気がするな。クリアパーツどこ行っちゃったんだ。クリアパーツはすみません、準備してなくて。色塗ってなかったわ。これをだからこうか。ん？クリアパーツのサイズが合わない。あ、いや違う、合う合う。オッケーオッケー。こっちもどうかな。うん、バッチリ。オッケー。レジン、やばって、絶対これあれがいいんだろうな、キットが良かったんだろうな。たまたますごいバッチリ合うのは、なんかでかいとか小さいとかもなく、ちょうどいい、素晴らしい。よし、でこいつを今度色塗らないといけないんだけど、色塗るところはマスキングしたりしないといけないんじゃないかな。そうだね、このテールは見ると、そうだな、裏から表から塗った方が良さそうだな。表から塗るか。で特にここの部分がやっちゃいけないところだから、ちょっともう一つの片方のね、リフレクターの部分は後で自分ちょっと隠れてねやるにしても、ここはちゃんとやるか。マスキング、パチンと。映ってるね。なんか今日暗ぼったく見えるな。よし、OK。OK。しっかり入れて。で、一応表から塗装するんで、まあ、裏は完璧にやる必要ないけど、このクリアの、ね、色がつかないところだけはしっかり保護しておいてあげないと、もしかかった時にね映り込んじゃうんでね、透明なんで。
あ、すみません。これでどうでしょう。これで一応表からね、あの塗装をしてあげるような形にしてあげれば OK で、ガムテープを使ってワニ口クリップにくるくるくるっとやって、あ、そんな必要はなかった、しまった。別にここ塗装しないんだから、ここをこうやって加えてやればいい。これで塗装してあげれば OK という感じですね。よし、ではどうしようかな。もう片方やっていきますか。時間もちょっと尺は余ってるんで。そう、まあここからね、まあかなりどうでもいい話がまた始まってしまうんですけれど、せっかくだからこういったちょっと愛とかも今のうちに見ておきますか。ヘッドの部分とかね、あ、バッチリ合う。 OK、 じゃあ別に心配はいらない。んで、ここからいろいろ気にしないといけないところがたくさん出てくるんだよね。まあいいか、それはそれで次回にするか。今日やれるところをやっていこう。よいしょ。ちょっといろんなものに手出しすぎてるな。今また隠れて作ってるもんがあってね、それはちょっと今公開がまだできないんで、まあいろいろ準備があってね、 お見せした方がいいかなとかも思うんだけど、こうやってやると分かるけど空気がものすごく邪魔してんな。やばい、どうでもいい話でもしないとちょっと間が持たないんだけど、できたよ。ここのテールの穴の部分もね、ちょっと穴開けておいてあげないと。
ケー、ここもやっといた方がいいな。ということでこっちもオッケー。カメラ気にしすぎかな。どうでもいい話がない。で、さっきのこれ。OK。できた。ああ、ここかぶっちゃってる。できたよ。まあ慣れたね。一回やっちゃえば、まあ、こっちのもんだな。さっきの外すと、まあ、こんな感じで、あとは塗装をクリアレッドですね。でやって、クリアレッドもね、できればクレオスが、あ、ガイアがおすすめかな。クリア系の色、まあでも使い方によるかっていう感じだね。よし、ん、気のせいか、今なんかピンポンって言ってるような気がしたけど。よし、という感じでとりあえずはこれで一回塗装してお見せしましょうか。どんな感じでできましたっていうのね。一旦ここでじゃあカメラ止めさせてもらって、うん、っていう風にしよう。あとついでにやっておくことはないかな。ないね。よし、じゃあ一旦ここでカメラ止めさせてもらいます。さあ、それでは続きでございます。剥がしていってみましょう。実際のところ自然乾燥で10分ぐらい経ったって感じかな。だからはっきり言ってしまえば全然乾いてない状態だけど剥がしちゃうよと。なぜかっていうとね、結構ね、硬い状態で完全乾燥した状態でやっちゃうとね、パリパリ割れちゃうんだよね。厚塗りをね、繰り返したりしてこの色を出してるからっていうのもあって、でもちろんね、生乾きな状態なんで、あんまりギュッと握ると左手が震える。ギュッと握ると跡が残っちゃうんでね、その辺は気をつけて、ピンセットでこうやって、お、左手が震える。左手ってピンセットとかこう細かいものが慣れてないから、よいしょ。で、そこで、そしてそこそこ飛んでいかないように力も入れるしみたいな。いや、あはね、こう決体のやり方やってるよね。ほら、できた。できた。こんな感じ。で、これはこれで乾燥させるよと。しっかり乾燥ね、今度は。もう一度、ワニ口クリップに挟んでと、OK。こんな感じ。ああ。ちょっとちゃんとカメラで映るように。もう一個はやるぜ。ちょっとでかな、でかすぎるね。こんなもんでいいか。やるぜ。だから表からこうね、カリカリ取ると良くないと思うんで、裏からやりましょう。マスキングテープを剥がしの、よいしょ、これはワニ口クリップから取って、映ってる、もうちょっとこっちか、この辺か。
いやと。よっよっこいしょよっこいしょと。でまたここは掴んで、よいしょ掴めない掴めない、いいよっこいしょ、おう、いい、取れた。映ってる？映ってるね。ギリギリ映ってるね。この辺でここをまた掴んで自然乾燥させましょう。ね、塗り分け完璧。素晴らしい。オッケー。よし、ということで、あとこれがちゃんと乾燥したら、今度はテールランプをはめていく作業に入っていこうと思います。では一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。ではまた。